スノーマン・メグロレンと佐野優斗、トリリオン・ゲーム・バディ、シャワーベッド衣装、攻めすぎ画像で SNS が沸騰。5人組のダンスボーカルユニット M。LK のメンバーで俳優としても活躍する佐野隼人26が、7月3日までシンのインスタグラムを更新。見事に鍛え上げられたバキバキの腹筋があらわになったずぶ濡れショットなどを披露し、 多くのファンが沸騰している。サノは、写真集解禁ショットをぜひゲットしてね、というコメントとともに、バキバキのシックスパックを、あらわに山からシャワーを浴びているズブ濡れショット、ベッドに横たわりこちらを見つめて手を伸ばしているショット、前髪を上げ、スーツ姿で夜の街に佇む、り、踊りじしい横顔ショットを投稿。サノのコメントにある写真集とは、 7月30日に発売される6年ぶりの週、<真> Here Now.SDP のこと。発売に先駆けてインスタに投稿されたサノの写真の数々に。ねえ待って本当に1枚目の破壊力やばい。前髪上げてるカットあるの嬉しい大好き。全部シャばい、写真集手元に来たら気絶しそう。服着てほしい。 彼氏感強すぎるもうそろそろキュンししちゃうよ。といった声がコメント欄に殺到している。佐野さん要する M。LK も大人げですし、何よさん自身は俳優業が絶好調。橋本環奈さん25主演の今年度後期の NHK 連続テレビ小説、おむすびには主要キャストとして出演。11月22日には映画、 6人の嘘つきな大学生、らに来年には、劇場版トリリオンゲームの公開も控えています。そんな佐野さんと、トリリオンゲームでバディを組んだスノーマンのメグロレンさん27も最近、たくましく鍛え上げられた肉体が話題を呼びました。女性誌編集者、メグロを飾る女性誌、アンアンマガジンハウスが7月3日に発売されたのだが、 メグロはスパンコールがあしらわれた淡いブルーのタンクトップを身につけ、右肩に白いジャケットを羽織った夏を感じるファッションで、見事に鍛え上げられた上腕二頭筋をあらわにしている。雑誌発売に先駆けて解禁された表紙の画像を目にした X、旧ツイッター、ユーザーからは、筋肉ビビシー素敵すぎて呼吸忘れました。透明感に筋肉美破壊力エグ。 美しいのに気が目立ってなんていうかっこよさ。といったコメントが多数寄せられた。目黒の肉体美が堪能できる表紙に仕上がっていたが、お顔も肩も腕も背中もほくろも最高に美しくてうっとりしてしまいます。背中が強すぎたほくろがいろんなところにあるのも確認できたし、程よい筋肉と浮き出た血管にドキドキ。 と絶賛コメントが多数寄せられた。一方で。えなにか違います。ごめん。この衣装、<っ>正直好みじゃない。おしゃれなのか。どういうコンセプトの服わら。やばいバニーの服に見えてしまう。ヘンテコりんな服なのに、金足りない。<っ>すごい。素晴らしい。素敵です。 など、服に対しては否定的な意見も多く寄せられてしまった。目黒さんだからかっこよく着こなせていますが、一般人が着ると金太郎のようになってしまいかねない。それぐらい奇抜なファッションでした。ただ、アンアンにしても、ぬめろうにしても目黒さんの肉体美は際立っていましたね。前室の女性誌編集者。そんな目黒主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系。 が7月1日にスタート、早くも話題を呼んでいる。第1話の見逃し配信は、178.3万再生、ビデオリサーチ調べ、T バージョン FOD の合計値、7月2日時点を突破。これは2022年10月クールのメグロが出演した、イベント、が保持していたフジテレビにおける2日間の歴代最高記録、161.8万再生を上回るものとなった。 リアルタイムでも放送開始から40分ほどでドラマタイトルが X のトレンド1位となり、その後も反響を呼んで世界と位を獲得するほどだった。海の始まりは夏ドラマでも最も注目の作品になるはずです。秋には佐野さん出演のおむすびもスタート。海の始まりに続き、おむすびも話題になれば、目黒さんと佐野さんが共演する来年公開の 劇場版トリリオンゲームかなりの大ヒットが期待できるでしょうね、全道見事に鍛え上げられた美ボディがそれぞれ絶賛されているサノとメグロの最強バディが共演する劇場版トリリオンゲーム。今から公開を楽しみにしている人は多いだろう。サノがベッドに横たわる写真には彼氏勘強すぎるもうそろそろキュン死しちゃうよ、といった声が上がった。また、 ヌメロの表紙を飾った目黒には、程よい筋肉と浮き出た血管にドキドキ、と絶賛コメントが寄せられた一方でごめん。このは、正直好みじゃない、やばいバニーの服に見えてしまう。ヘンテコリンな服なのに、金太郎に見えない。すごい。素晴らしい。素敵です。と否定的な意見もあった。